ほにゃー、その掛け声は必要なの？あれってか最初にさ、アッコを守っとったおじさんはスカルダに追い払われたんかな？びっくりした、バーマドロなんで出とんかと思った。ハプーンのやつか。ん？あ、あと一人誰かおるんやろって思ったリーリエ。もう何すっかりそっち側に。ハプー。来たよ。守備よく行ったか。はい。来たよ、私も。アユナさんに助けてもらったばかりですが。よいよい。人もポケモンも助け合いだとじいさまも言っておった。無比ゆん。リーリエを笑顔にするアユナの腕前。見せてほしいところじゃな。そっか、ここでバトルっすか。そう。島クイーン、ハプーンの大試練じゃ。若いが他の島キング、島クイーンに引けは取らん。むしろバンバドルたちとの絆は、アローラで一番の自負がある。わしとポケモンたちの全力、受けてみるかな。返り討ちです。島クイーン、ハプー。カプよりいただいた輝く石を、ゼットリングにさせていただいた。アユナも同じ。ジェットリングを持つということは、カプと共にあるということ。では、島クイーン、ハプー、初めての大試練。全力を尽くし、心ゆくまで戦うぞ。普通に戦闘？なんか、その前の段階とかはないんすか？おー、なんか、開眼したよ。島クイーンのハプーが勝負を仕掛けてきた。まあ、若い若いって言われても、なんか喋り方がめっちゃおばあちゃんやけんさ、感覚がよくわからんよ。よし。このままでいける。トントントリーフストーム。まだそっちの攻撃か。まあ、草タイプって言っても草タイプの技を一個しか覚えてないけん微妙やけどね。昼寝を始めた？何やってんの？何この状況で昼寝とかしてんの？いや、起きて起きて。ああ。アイアンヘッドってあれよね。なんかかっこよさげによるけど、要は石頭ってことやろ？日本語に直したらさ。起きてください。あ、やべえ。攻撃を出すことなくやられるんですけど。あー、もうほら、砂嵐にも襲われるし。もうせっかく活躍の場を与えてあげたのに、アシュレーン交代するよ。戻れって言われてもね、寝てるから。勝手に戻してあげてよ。よし、来い。行くよ、アシュレーン。バブル光線、ハイドロポンプになった。もうなんか口で言ってる技とさ、出す技が全然違うんやけど。うえー、当たらねえ。砂嵐のせいか。よし。いやー、もうやめてよ。せっかくやんだのに、今。ラグトリオ、それはずるいよ。うわー、もう。ほら、砂嵐が邪魔をして。よし、バブル光線で。そういうさ、気象というか、天候を味方につけるのはよろしくないよ。アシュレーヌ、バブル光線。よし、届いた。効果は抜群だ。とりあえず、ダグトリアさえやっつけといたら、この技はもうないかな。ちょっと待って、アシュレーヌの回復をしたい。お、バンバドロ。いや、このままでいきますよ。あれ、ハプーン2匹しか持ってなかった？ 4 匹おるよね。もうこんなところでバンバドロ使うん？バンバドロ4匹持っとるとかじゃないよね。よし、ちょっと。すごい傷薬をアシレーヌに。大丈夫か、アシレーヌ。よし、オッケーオッケー。うわぁ、もうみんな自信使うじゃねえか。自信が結構のダメージなんだよね。あー、よろしくないよ。ちょっと待ってね。よし、ここは
アシュレーヌ歌方のアリア、一発で決められますように。はい、オッケー。もうあんなにハプーが可愛がっとったバンバドロさえ一発。お、ノッキリアレベル76。あー、砂嵐が。お、フライゴン。フライゴンっていうのは飛行タイプですか、名前の通り。あ、これか。この子って何やった、飛行ドラゴンやったっけ。なんか色は関係してないよね。草タイプとかじゃなかったよね。なんか昔、いや草タイプじゃないわ、虫タイプじゃないよね。なんかフライゴンっていうけんさ、なんかそのゴンの部分がちょっと恐竜っぽいんやけどさドラゴンっぽいんやけど、なんか見た目カマキリみたいにも見えるやんか。え、見えんかな。これはどうなの、ルガルガンとかでいきます。おし、いけルガルガン。何タイプなの。ふわ、効果抜群だし。え、草タイプですか。草タイプだとしたらやばくない。ちょっととりあえず、とりあえず頑張ろう。ジェット技で行くよ、ルガルガン。ルガルガンはジェットパワーを体にまとった。そして全力のジェット技、ワールズエンドフォール。イエーイ、プチッと。てかこんなの確実に死ぬよね効果は今一つとか言いながらも強力に効いてますから。トリトドン、トリトドン、それも恐竜系。あ、これかもう名前が、名前がいかんせん覚えられないんだ。よし、噛み砕くで。いけい。くそ。この子は地面系？おー、ルガルガン。あ、水系？難しい。ポケモン難しい。お、いいぞ、いいぞ。うわ、マジであと一発でやっつけれると思ったのに。そこで回復するなよ。って多分敵側も思いよったりとかするんよね、回復した時に。さあ、ルガルガン噛みつけ。オッケー。これで最後？おっしゃー、勝負に勝った。ずしんと腹の底に響く強さやの。ハプーは地面系ってことかな。あ、来た来た。おや、ノッキリアの様子が。これ進化しても名前変わらんかったよね。あ、でも一応図鑑にはちゃんとした名前が登録されるけんね。おめでとう、ノッキリアアマージョに進化した。アマージョ、何それ、ちょっとアヒージョとかアデージョみたいな。アマージョのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。何、なんか可愛い系からセクシー系になったんだけど。でもバランス悪くね。あ、アママイコやったんやね。ビンゴー、同じページのポケモンが全部埋まったろ。アマージョ、フルーツポケモン、美脚のポケモンとして知られ、美容クリニックなどの広告のマスコットになっている。そうなんや。ノッキリアは新しくトロピカルキックを覚えたい。トロピカルキックの代わりに他の技を忘れさせますか。トロピカルキックってどんな技？あ、でも一応草タイプの技やけ覚えさせたいよね。南国由来の熱いキックを相手に浴びせる。相手の攻撃を下げる。南国由来のキックってどんなんやろ。誘惑とかいらんねやね。特攻をガクッと下げる。踏みつけ。よし、誘惑を消そう。1。ちょっと早く。1、2のポカン。
のっきりや誘惑の使い方をきれいに忘れた。そして新しくトロピカルキックを覚えた。もう見た目的にはね、いかにもアママイコの時よりも誘惑しそうな感じやけど。ほへー、たまげたの。いやー、面白いの。全力を尽くしても勝てない凄さ、いろいろ学べて感謝じゃないな。では、地面タイプの Z クリスタル、地面 Z を授けるぞ。次の動きは、毎回そこが気になるんだ。イエーイ、大試練達成。そして、さあさあ動きを。坊主も授けるからしかと見ておれ。坊主じゃなかった、ポーズやった。うぅ。お、ほにゃー。その掛け声は必要なの？ふぅ。リーリーが知り合ったのはとんでもないトレーナーじゃ。てか、あの動きは何？カプに教えてもらうものなの？自分で生み出すんじゃないよね。では、ここを通り抜け、祭壇に向かうのだ。大峡谷は祭壇につながる道。修行するトレーナーもって、水のりは厳しいぞ。頑張ります。リーリエム踏ん張りどころだぞ。何かあればわしもバンバドロと駆けつけるでな。ありがとう、頼もしいよ。はい、ハプーさん。私やります。私もやります。お、去っていく、去っていく。あれ、腕の位置高くない？絶対しんどいやん。ポリの大峡谷、大峡谷、なんとかクリアしないと。で、ちょっとさ、地面 Z を私もバンバドロに持たせたいんやけど。あれ、これか。地面 Z、地面 Z。はい、地面 Z。これをバンバドロに。毒 Z は誰か使えたかな？ノーマル Z は取り替えます。そして、毒 Z は誰も無理なんやね。なるほど。じゃあこれで、進もうじゃないか。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。